はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はカホンでジャズを演奏するにあたって、具体的にどういった練習をすればいいのか、練習方法についての解説をしていきます。で、この動画は以前挙げました、カホンでジャズを演奏する方法の実践編になりますので、まだそちらの動画をご覧になってない方は、そちらから見ていただくと、より理解が深まると思います。はい、では早速やっていきますけれども、以前紹介した方法ですと、片方の手でシンバルをこう、刻みながら、もう片方の手でカホンを叩くという方法でした。つまり右手と左手がそれぞれ別の動きをする、2ウェイの動きなんですね。で、これにさらに足も加えていくと、3ウェイ、4ウェイになって、より複雑な動きになってきます。で、こういう複雑な動きをしながら、曲ごとのリズムパターンだったり、キメだったり、フィルインを、まあ、叩かなくてはいけないですね。で、そういうもろもろをこう自由自在に叩くために、どういう練習をすればいいのかというと、僕は一番有効な方法はですね、打点の層あたりではないかなと思います。打点の層あたり何かというと、もう考えられるですね、すべての打点の位置、打点のパターンっていうのを叩いて、覚えてですね、あとはもうそれを組み合わせればいいだけっていう状態に体と脳を仕上げておくという方法です。まあ大変地味な練習方法なんですけれども、結局のところ、これが一番ですね、早い、最短の上達方法なのではないかなと思います。現にですね、世界中のパーカッショニストとかドラマーが同様の練習方法を推奨しておりますので、今回はこの方法を紹介していきたいと思います。で、今回ジャズなので、片方の手はシンバルを刻むのをキープします。1、2、and T、4、and 1、2、and T、4、っていうシンバルレガートですね。で、今回この1、2、3、4っていう一拍を3等分します。つまり3連符っていうことなんですけども、1、2、T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 。という分割の仕方をして、この1、2、3、それぞれの位置で、どこに音を入れるのか、あるいは入れないのかっていうバリエーションが全部で8通りあります。それがこちらです。どうぞ。はい。1、2、3、それぞれの位置で、1打も叩かないもの。1打だけ叩くもの。2打だけ叩くもの。3打すべて叩くもの。といった具合でですね、全部で8通りのパターンがあるわけですね。まあ、なんとなく見えてきたかなと思うんですけども、これを片方の手でシンバルをキープしながら、もう片方の手、カホンを叩いて、この8通りを一個一個、丁寧に叩いて、脳にセーブしていくわけですね。で、これを最終的には組み合わせるようにするといった感じです。で、見ていただくのが早いと思いますので、まずはこの8通りをカホンのハイトーンで叩くというのをやってみたいと思います。はい、こんな感じです。なんとなくわかりましたでしょうか。で、これをゆっくりからでいいので、自分が確実にできるテンポで始めて、一つ一つを丁寧に脳にセーブしていくっていう意識でやってみてください。で、音の位置関係がよくわからないという場合は、紙に書き出してみて、それを見ながらやってみると良いでしょう。で、僕はですね、シンバルを刻みつつ、タンバリンを踏みつつ、シェイカーを振りつつ、やったんですけれども、いきなりこう、3ウェイとか4ウェイが難しいという場合は、まずは少なくして、手から始めて、シンバルとカホンだけでやってみる。で、それができたら今度は足も加えてみるっていう風に、だんだんとレベルアップしてみてください。はい、では続きまして、カホンのベーストーンで全く同じ内容を叩いてみます。
はい、3打連続でダダダダダダと叩くところがテンポによっては難しいかなと思いますので、ヒール2の動きを使って、ダダダダダダと叩いてあげると良いでしょう。まあ、ただですね、こんな連打すること曲の中でまずないかなと思いますので、できない場合は無理してやらなくても大丈夫です。はい、では続きまして、同じ打点でハイトーンとベーストーンを一打ごとに交互に叩くっていうのをやってみましょう。まあ、かなり難易度上がるんですけども、すごく実践的な内容です。で、二打以上叩く場合は、ヒール2を使って、このベースとハイを行き来します。はい、では同じ打点で今度はベースから始めてベース、ハイ、ベース、ハイと一打ずつ叩くっていうのをやってみましょう。はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？ここまで叩けてしまえばですね、理論上はすべての打点のバリエーションがカホンで叩けるということになりますので、あとはこれを組み合わせていけば、曲のリズムパターンだったり、キメだったり、フィルインができるという塩梅になります。で、試しにですね、こう遊びながら、自分が思ったタイミング、好きなタイミングで、ちゃんとカホンが叩けるかっていうのを確認してみてください。で、叩ければ何の問題もありませんし、叩けなかった場合、ミスしてしまった場合は、その叩きたかった、打点っていうのを集中して練習してみるといいと思います。はい、では最後にフィルインやソロを鍛えるのにおすすめの練習曲が1曲ありますので、それを紹介して終わりたいと思います。で、その練習曲何かというと、カウントベシーオーケストラのキュートという曲です。で、まだ聞いたことがない方はですね、ぜひ YouTube で検索して聞いてみてください。で、すごい簡単に言うとですね、ドラムがフィーチャーされている曲で、もうテーマの中からですね、随所にドラムのフィルインソロが入るような曲なんですね。2小節テーマをやったら2小節ドラムフィル、2小節テーマやったら2小節ドラムフィルみたいな感じですね。テーマとフィルを交互に繰り返していく。で、このテーマがすごい簡単なので、まずはこれを聞いて、もう覚えてしまって歌えるようになりましょう。で、これをですね、もう口で歌いながら、最初は口ドラムから始めて、タタラタタ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 タみたいな感じで、こう口で歌えるようにして、あとはカホンでやってみたりして練習すると、かなりフィルインとかソロのですね、レスポンスというか、いろいろなアイデアが生まれると思いますので、よかったらぜひやってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ダラタタラララ。ダラタタラララ。
はい、というわけで今回はカホンでジャズを演奏するときの練習方法の紹介でした。いかがでしたでしょうか。動画内で出てきましたカホンのヒールトゥーのやり方の解説とか、あとはですね、効率よく楽器を上達するための考え方についての動画のリンクなどを概要欄に貼っておきますので、合わせて見ていただけるといいかなと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などを行っておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。また高評価シェアなどしていただきますと、僕のモチベーションがすごく上がりますので、そちらもお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。